よっしゃ、とりあえず到着。さてと。 This is the zone. It's around here somewhere. いるな、早速。ちょっと待った。動かない。やばい。はい、どうもバンクシーです。今日もですね、イカルス前回からの続きですね、やっていきたいと思います。でですね、前回アイスストーム探索ミッションをね、無事に終了することができましたので、今回からですね、また新しいミッションの方ね、やっていきたいと思うんですけども、昨日ですね、まあ9週連続目のアップデート、9週連続目、日本語おかしいかな、9週連続のアップデート、9回目かアップデート来まして、まあね、頭戻るかなと思って、フィックス来るかなと思っていたんですけど、見てください、来ませんでした。もうしょうがないね、ゲームにはとりあえずやってて支障はないんですけど、まあ、気持ち的にね、キャラクターへの思い入れがちょっと薄れてしまうっていうね、難点があるんですけど、まあ、ゲーム的には問題ないので、とりあえず気長に待ちますか。でですね、前回ミッションね終了して、報酬で265で、ワークショップね、前回言った通り、このね、次ね、酸素タンク欲しいんですけど、まあ、研究コスト200の製造コスト75で、あと10足らないので、もう1個ミッションやってこれ取りたいと思います。だから今回はね、通貨の方はちょっと貯めとこうかなと思って、うん、そんな感じでやっていきますか。で、ただいまレベル31ですね。やっとここまで来ましたね。じゃあ早速ね、行きますか、新しい探査。で、前回やったのがこれですね、アイスストーム探索。コンプリートしたミッションに対しては、ここのね、ひし形の下の部分にチェックマークつきます。で、今日は深い鉱脈抽出、エキゾチックですね。エキゾチックの鉱脈を見つけて採取すると、時間がね、1日しかないんですよね。これがちょっとどう影響するのか、とりあえずね、今日はこれをやっていく。で、その次にこれですね、サーチライトスキャン、これ難易度1なので、うん、これはね、そんなに難しくないと思う。それでその次にこのね、29日次元がある綱渡りってやつも、なんかちょっと面白そうだな、次はこれやっていくか。そんな感じでね、進めていきたいと思います。まずね、今日はこれいきましょう。はい、深い鉱脈抽出、エキゾチックの鉱脈を見つけて採取。オペレーターはアフリカのアセンブリーですね。バイオーム、あ、南部氷河、まあ、前回と一緒じゃん。バックグラウンド、アセンブリーはイカロスでのプログラムを加速させており、エキゾチックの鉱脈を見つけるための信頼できる方法を持っていると主張しています。探索によって予測モデルを検証したいと考えており、この地域の洞窟システムがその可能性が高い、プラス 85% って書いてあるね、というデータがあります。ミッション、エキゾチックの鉱脈の位置を確認し、その内容物を採取して軌道上に戻す。条件、装置は提供されないため、本格的な自動化ではなく手動での抽出でも構いません。目的、エキゾチック鉱床を特定する。エキゾチック鉱床の採掘、エキゾチックをドロップシップの倉庫に運ぶ。ドロップシップスタート。あ、またいくつか集めるパターンかな。まあいいや、とりあえずやっていくか。ちょっとホッキョクグマがね、かなり難敵というか、もう勝てない相手なんで今のところ。うん、その辺もなんとかしたいけど、とりあえずやっていきましょう。完了許可、すべてのミッションでツルハシで採掘ができるようになった。なるほど、じゃあ行きます。はい。で、持っていくのはいつもと一緒ですね。この辺、相変わらず使わないマイクロミールと MXC 社ピックアップアックスで、これもう神アイテムですね、水筒。これを持っていきます。じゃあ早速行きます。よし、来ましたね。はい、来ました。さあ、前回と同じ多分位置での冒険になると思うので、とりあえずね、あの氷河地帯に行く手前に拠点を構えようか。うん、で、次元がね、1日しかないので、2つのエピソードにまたげれば、またぎたいんだけども、どうなんだろう、下準備をカットして一気に行っちゃうか。まあ、その辺ちょっとやりながら考えますか。
アセンブリーと手を取り合うというのは賢い選択だ。彼らはここの誰よりも早く動いている。地図上にゾーンが表示されている。そのあたりにエキゾチックの鉱脈があると思われる。しかしそれもすぐ枯れてしまうかもな。私が君だったらすぐに行動に移すね。なるほど。そして手ぶらでは帰ってこない。なるほど。じゃあちょっとね、いつも通り水筒をちょっとキューバに移しておいて、このアックスはね、とりあえずは使わない。よし、左側にね出てますね。エキゾチック鉱石を特定するマークされた場所に到着。ここだ。前回と同じ場所だよな、これな、多分。ただね、始まる場所がちょっと違うね。まあいいや、とりあえずこっちの方に動いていこうか。東に行く感じですね。東、イースト、こっちか。行きましょう。さあ、この辺はね、そんなに、ちょっと遠いんだね。少し遠いかもしんない。石も取りつつ、さあ、なんかスピード勝負みたいなことを言っていたので、とりあえず一気に行っちゃう感じでいいかな。拠点とかそんなに作り込んで、まあそんなにいつも作り込んではいないんですけど、作り込まなくてもいいかな。よいしょ。石が欲しいな、とりあえず。石で、あと、オキサイドを取りながら行きましょう。枝も欲しいか。よし。まあ、進みながらちょっと取っていきましょう。これはいらん。ああ、取っちゃった。いいか。枝が欲しい。枝も結構必要になるからね。あと、石を2、3個取って、斧とアックス、これで一気にいけるかな。とりあえずいけそうですね。で、槍も作っておいて、弓。よし。で、ちょっと待った。びっくりした。はい、よし。よし、かわいそうだけど、親子ともども。前回の位置に戻るような感じだな、多分。いや、そこまで行きたいな。前回と同じ場所に拠点構えるっていうのもいいけど。これ多分、これ見るとぐるっと回っていく感じですね。行きましょう。この辺は全く水もなさそうだし、水があるところに行きたいな。水をね、貯められるアイテムもあるんですけど、テックポイント1個使っちゃうんで。ただね、水がそろそろ、飯も食いたいか。かぼちゃ、よし。オオカミのね、遠吠え聞こえるんで、どっかにいるかもしれんな。まあ、オオカミぐらいだったらとりあえずなんとかなると思います。よし、行こう。ちょっとずっとこの岩山に沿っていく感じだね。で、どっかであれだね。あ、鹿いるわ。よいしょ。よし、オッケー。どこ行った？うん。おお、来た。よいしょ。危な。もう一匹いんな。よし。やば。
よいしょ。やばい、いきなり死んだ。嘘でしょ。うわー、水辺に来たな。あー、ここか。なるほど。こんなんで落ちてくるんだよね。どっちだ？こっちか。行きましょう。いや、まさかのだね。まさかの。ほい。ちょっと走っていこう。どこにある？あったあった。狼いねえよな。まだ全員殺してないからね。よし、ほい。とりあえず回収、よかった。この辺全部回収していきましょう。何匹殺した？ちょっとね、小雨降ってきちゃったんだけど、この小雨はね、多分何もしないで耐えられると思います。よし、あとどこにいる？何匹か殺して、あったあったあった、いたいた。いやー、経験値ね、また剥奪されましたね。半分ぐらいまで取ってたのか、31。よし、じゃあ一家3匹ぐらいでいいか。もうあれ作れるかな。あ、寝袋作れますね。とりあえず寝袋作れればいいや。 OK、 じゃあ行こう。で、方向的にはこっちだね。いるな。またなんか来たな。よいしょ。またいる？勘弁してくれ。いや、何匹かいますね。この辺はそんなに大きい狼が多い地帯だったっけ。多分ここは来るの初めてなのかな。初めてじゃない気がするけど。ベリー食べるか。お肉焼きたいね。もうそろそろ晴れマーク見えてるんで、うん、このまま行きましょう。今がね、この辺なんですよね。もうちょい下の方に行ったところに家を建てて準備しちゃいましょうか。あった、お水発見。多分ね、ここが前回のスタート地点じゃないかなと思います。前回のアイスストーム探索のね。うん、そうだな、そうだそうだ。よいしょ。じゃあ同じとこに家建てるか。やっぱりあれだね、前回行った地域だね。そうするとシロクマとかホッキョクグマ結構出てくるわけか。スイカある。じゃあこの辺に家建てましょうか。ここに建てましょう。よし、じゃあですね、あれから2時間弱ぐらいかな、ちょっとね、準備の方をしまして、やっとですね、準備できました。クロスボウを作ったり、まあ、ロングボウを作ったり、あとはね、鉄のツールですね、この辺も全部作って、で、格好もね、この極寒仕様にして、ほぼもういける状態になりましたので、行きますか。一応ね、今、ここにいるんですけども、まあ、前回行った極寒地域だね。ここの、このマークされてる部分、ここにとりあえず行って、あとはどうなるかというね、その後また向こうからの指示待ちということで、とりあえず行きますか。またね、家の方はね、キューマスの家ですね。で、人参を栽培してるので、ここにちょっと畑を1個作りつつ、こんな感じで、ちょっとね、まだ朝になったばっかなんで、今暗いですけども、あと飛来針も立てて、でね、一応、1マスのね、家を作れるだけのセットはね、とりあえず持ってきます。すぐ建てられるように。早速行きましょう。で、前回ね、狼いる。前回漁った洞窟をとりあえず、あれ、おい、よし、漁って鉄とかね、
銅を手に入れました。いや、やっぱね、ここの地域ね、狼とかが、熊か、あと熊も出るんで、結構やっぱり水汲んでこう、危険ですね、この辺は。だいぶ慣れてはきたけども。で、オキサイドもそんなないか。ちょっと雪んとこで取るよりはここで取ってっちゃった方のが安全なので取っていきましょう。さあ、どんな感じかだね。狼またいるわ。よし、はい。この辺じゃなかった？これね、見失う。やば、行った。イノシシか。行って、イノシシだわ。ちょっと食らった。まあいいや。結構多いな、動物が。よし、まあ、この辺はね全然大丈夫なんだけど、ホッキョクグマがねやっぱり怖いんで。よし、行こう。で、今はねタレントポイントが4ポイントに設計図ポイントが37ポイント溜まってます。とりあえずね、そんなに今のところは必要じゃないので無理しては使っていない。インテリア系にね、あのトーチとかさ、その辺のものに振り分けたいんだけど。あ、ちょっと待った。どれぐらいねこの後使うかわかんないのでちょっと怖いんだよね。クマいるね。あ、クマじゃないや、バッファローだ。バッファローもね、鉄のナイフだと剥げるんですよね、ちゃんと皮が。だけどまあいいや、今は無駄な殺生はやめときましょうか。一応行く？おい、あれ？あー、一発で殺せなかった。まあいいや。あ、警戒心解けるのは早い。よいしょ、こんな感じ で鉄のナイフだとバッファロー剥げます。ただね、特別な素材が入るのかと思っていたら全然そんなに、皮もそんなにないし。よし、こんな感じですね。クマがね何頭か戦って倒してるんですけど、多分ね動画ではどうだろう、ちゃんとそこが入ってるかどうか。よし、来た、来ましたね。とりあえずそんなに遠くはないね。こないだ部品を回収しに行った場所より。シロクマ早速いるわ。ホッキョクグマ早速いるわ。ちょっと避けたい。オオカミいるな。オオカミだけ殺しとこうか。よし、オオカミとねセットになってんのがほんときっついわ。ここに立てるか。こっからそんな遠い場所ではないんだよね。ここに立てとこうか。よし、立てましょう。で、キャンプファイヤーここにして、ベッドこ、うん、で、ここ一応今リスポーン地点にしておいて、あと箱も作るか。箱作れる？よし、この3点セットでね、いつも通りこれで。よし、オッケー。で、入れとこう。肉とか。肉焼いとくか。木を入れて。で、肉焼いとこう。うん、軽くなるね、これで。よしよし、これで改めていきますか。で、さっきの白熊どこ行った？さっきの白熊が怖い。そんなに遠くないね。この岩山図体にずっと行けばとりあえず OK かな。さっきの白クマがいたいた、向こうに一頭いますね。いやー、ちょっと邪魔だな。これずっとまっすぐ行った先だ。あいつが邪魔だ。こっちから行こうか。
こっちから行きましょう。いや、相変わらず寒いね、この地域。そうだ、人参食べた。ああ、人参腐っちまった。人参腐っちまった。うん、これを上に上がりながら、ここに白クマいたらもうアウトだな。大丈夫だね。いや、次元がね、そんな短いっつっても1日あるんだけど、いつもね、6日とか1週間とかあるんで、焦るよね、ちょっと。これこのまま南下していく感じで。で、白クマを、あ、北極クマ向こう行った。あれ、なんか走ってったな。我がお家をボコボコにしないでくれと。よし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 、もうちょいだ。洞窟の中なのか。多分洞窟ですね。行きましょう。そんなに時間かかんないでやっぱクリアできるかな。白クマさえ気をつけとけば、ここかな。そうだね、このへっこみだ。ただここいそうだな。鹿か、倒しとくか。よし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 。そっか、氷もここで手に入るんだな。なんかね、あのテックツリーで、なんだっけ、アイスボックスっていうのがあって、氷を入れとくと、まあ冷蔵庫みたいなやつか、それもあるんだけど、そういうのも取ってみてもいいかもしれない。ここだ。ちょっと待てよ、ここに来たのはいいけど、そっか、硫黄欲しいな。硫黄取ろう。北極グマのね、やっぱり攻略法を見出さないと結構きついな。矢が21本、ちょっと作っとこう。うわー、ないわ、作れん。枝がないのか。あそこだっけ。そうですね、大丈夫。よし、行こう。よっしゃー、とりあえず到着。さてと、うん、いるな、早速。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。動かない。やばいやば。動かない。なんで動かなかった今。やば。回収したい。あいつ殺しちゃおう。よし。何をか、あ、これがそうか。そうっぽいな。ちょっと回復しとこう。これがそうだね。これ邪魮だな。さあ、これをどれぐらい回収すればいいんだろう。エキゾチック交渉の採掘ってなってるけど、これがそうですね、エキゾチック。あ、いいね。どれぐらい採掘すればいいんだろう。あ、でもあんま取れんな。鉄のツルハシでやってもそんなに取れない。よし。あ、これでいいの。エリアのドロップシップに、ドロップシップの倉庫に運ぶ。よーし、あのね、一旦家の方に帰ってきたんですけども、まあ、エキゾチックね、16個手に入れて、とりあえずもうドロップシップの倉庫に運ぶとなっているので、戻りますか。やっぱりね、結構短時間で、うん、下準備ちょっと時間かかっちゃったけど、短時間でね、終了ですね。
最初さ、この輪っかが何なのかなと思ったけど、これあれだね、多分オプションでさらにエキゾチックの交渉を探すってなってるから、ここのどこかに多分あるっていうことなのかな。結局ね、ちょっと周り見たけど分かんなかったんで戻ってきてしまったんですけど、じゃあね、またね、こうやってぐるっと回ってここのドロップシップまで行きますか。これでね、今日は終了ですね。で、とりあえずその辺はもうカットしてしまってもいいかな。ドロップシップに着く手前まではとりあえずカットしちゃいましょうか。またね、この作った拠点ともしばらくというか、もう永遠にお別れなんですけど、とりあえずじゃあドロップシップにね、向かいたいと思います。道中はね、よっぽどのことがない限りは多分面白いことも起きないと思うので、カットしたいと思います。よし、そろそろ着きますね、ドロップシップに。今この辺ですね、そろそろ着く。これを収めたら多分そのままもう帰還する感じになるんだと思うんだけど、いるな、よいしょ、 OK、 よし。いやー、時間はそんなかかんなかったですね、今回。やっぱり次元がね、24時間だったんで。これから多分ね、このエキゾチックってやつが重要になってくると思うから、どんな感じで採掘していくんだかわかんないですけど、着きましたね。これでいいんだよね、ここに戻すってことだよね多分。はい、あー、いいんだね、ドロップシップに。これでね、 That's it, partner. よし、 You're finished here. For now, at least. 終わりだ。オッケーオッケー。少なくとも今はな、アセンブリはそれを評価して高級を払うだろう。うん、じゃあ戻ってオッケーですね、戻りましょう。よっしゃ、じゃあとりあえずですね、今回はそんなに、まあ、白クマやられましたけど、そんなにあれだな、うん、特には危険な目には遭わずに順調に来ましたね。わからないようなところもなかったし。はい、到着ですね。相変わらず顔ないけど、頭か。じゃあこれでとりあえず、うん、新しい探査やるとこれが終了したので、次回はこれですね、サーチライトスキャン、新しいドロップポイントの氷河、また氷河か、データを収集する、これを次行きましょうか。でその後にこの30日次元がある綱渡りってやつと、これも面白そうだな、生物研究。この辺はやばそうこの辺はやばそうですけど、こっちからの道もね、まだあるんで。あー、でもそっか、これをやんなきゃいけないのか。あー、結構きついな。まあ、いや、できるとこからね、どんどんやっていきたいと思います。あとあれですよね、あ、エキゾチック16来ましたね。これはでももっと取んないとダメだな。採掘した分がそのまま報酬になるのか。で、ワークショップでこれですね、取りましょう、酸素ボンベ研究して、で、クラフト OK。 たらこれを次は携帯装備として持っていくと。うん、 OKOK。 じゃあね、一旦今回はこの辺で終了したいと思います。次回ね、またミッション、新たな探査の方やっていきたいと思います。今回はね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。